角田祐希は、ダニエル・リカルドが、契約終了時に、セルジオ・ペレスの公認となる可能性が、最も高いと、考える理由を説明した。アルファタウリのドライバー角田祐希は、レッドブルのセルジオ・ペレスの公認は、チームメイトのダニエル・リカルドになると、主張している。ラスベガス GP を前に、オートスポーツの取材に応じた日本人ドライバーは、次のように説明した。ダニエルには経験があり、ファンも多く、より信頼され、より評価されているので、 それは当然だ。私は自分のパフォーマンスを一貫して示して、彼ら、そして全員に、自分が、その候補者になれるということを示さなければなりません。ペレスとチャンピオンシップ優勝者のマックス・フェルスタッペンとの間に大きな差があるため、ペレスのレッドブルでの将来については、多くの憶測が飛び交っている。レッドブルのチーム代表クリスチャン・ホーナーは、ペレスが契約に従って、来年もチームで走り続けることに固執しているが、 レッドブルのモータースポーツアドバイザーであるヘルムート・マルコ博士は、ペレスのシートがそれほど確実ではないという複数の示唆を落としている。角田は、さらに、契約が満了するまで、リカルドが、ペレスの代わりになるとは考えていないと明言した。いずれにせよ、チェコ、ペレスには、来年の契約があり、我々に何も変更することはできない。今は結果を出し続けるだけです。彼、リカルドは、特にマクラーレンから戻ってきてから、 いい仕事をしているし、特に、以前のチームに比べて、車の中で、とても快適に見えている。彼は、レッドブルのエネルギー、レッドブルのスタイルを持っていると思う。ペレスには、今週末の第1回ラスベガスグランプリで、ドライバーズチャンピオンシップで2位を獲得するチャンスがある。リカルドは、ドライバーズランキングで、ワンツーフィニッシュでチャンピオンシップを終えたことがないため、レッドブルは、ペレスをサポートするために、全力を尽くすだろう。 コメント。ラスベガス GP を前に、オートスポーツの取材に応じた角田祐樹選手のコメントです。ダニエル・リカルドが契約終了時に、セルジオ・ペレスの後任となる可能性が最も高い、私は自分のパフォーマンスを一貫して示して、彼ら、そして全員に、自分がその候補者になれるということを示さなければなりません。という従来の出張を繰り返した。頑張ってください。